マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の遠藤、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ピッチャーを交代します。遠藤降板、右の島内今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターはサンタナ、今日はショート流し打ち、どうだ、アウト。マクブルーム自分でベースを踏んでアウト。左バッターボックスには村上、これが3度目のバッターボックス。第1球投げました、スライダー見送ってストライク。第2球ストレートはボール、外角低め。第3球を投げました、外角低め見送ってストライク。追い込んでいます、投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、初球外れてボール。投球これから2球目、打ったファール。第3球を投げた、危ない球。投球これから4球目、ボール。さあ5球目、打ちました、引っ掛けた、ファールボール。投球はこれから6球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。島内見事スワローズ打線を抑え切りました。6回の表が終わって3対2です。カープ敗れました。試合は東京ヤクルトスワローズが勝ちました。勝ち投手小川、負け投手矢崎、西武田口でございます。さて本日のヒーローは村上、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。